下にも RK たちがいるんだろうね。だろうな。あん？上のやつらは何やってんだ！おい！こいつらやっちまうぞ！ったく、時間取っちゃったよ。行くのか？行こう。ちょっと。開かねえか。裏からつっかえ棒でもしてるのかもな。おい、どうすんだ。他に行けるところがないか探してみよう。なあみんな、お、何か行けそうな場所でも見つけたか。ああ、行けるかちょっと調べてくる。みんなは追っ手が降りてこないか見張っててくれ。わかった、後ろは任せとけ。慌てずに急げよ、タボー。
これを何とかしないとな。よいしょと。よっしゃ来たな。さっさとクワナのとこまで行こうぜ。よし行くか。その扉から先へ行けそうだね。鍵がかかってるな。ピッキングで開けてみるよ。さすが八神さん。おい待てこら。たくどんだけ嫌がるんだよ。タモ杉浦、ここは俺と東で食い止める。お前たちは先へ行け。頼んだ東。怪盗さん、また荷物の山か。ま、八神さんと僕だったらなんとかなるか。よっ。この近くには RK はいないみたい。八神さんも進めそうな場所からついてきてよ。まだいるか。お、なんだってね。
八神さん、ちょっとこっちも忙しくなってきた。先行っててくれる？おい、大丈夫か？多分桑名さんよりはね。ほら行って、八神さん。くそ、すぐに追いついてこいよ。分かってますって。怪しいな。
や。いい加減にしろよ。
だいるぞ。どうする？ターボー、追払いご苦労だったな。おかげでこんなの見つけたぜ。乗ってく。当然。真似しやがって、ぶち殺してやる。しばらく寝とけっての。行くのか。行くか。またエレベーター、多分これで一番下まで行けるんだ。桑名さんも相馬もそこにいるはずだよね。なあ、行こう。死体と桑名一人だ。早く見つけてさっさと出ようぜ。誇りっぽいんだよな。本当に桑名もここですか。こんだけ探してんです。もう逃げたんじゃ。だとしても河合の死体はここだ。俺らが来るまで出てった車はないんだから。とにかく死体だ。桑名を後回しでもいい。相馬さん、ありました、河合の死体。ほらな、お前らやればできるんだよ。よう、どうなってる。俺が見つけたんです。今引きずり出そうとしてんですけど。
苦しそうな顔してやがる。よし、すぐに運び出すぞ。こいつはある筋に高く売れるんだ。みんなよくやった。クワナだ。隠れてやがったな。出てこいよ。俺らと交渉したかったんじゃねえのか。そんな銃撃たれちゃ交渉なんてできねえだろ。やっと見つけたぜ、ソーマ。なんだよ、ネズミは全部で何匹だ。まず一匹、一番しょぼいのからだ。いってえな、この一番しょぼいのは俺らが相手だ。誰がしょぼいって？邪魔すんな。間に合ってくれたな、ヤガミ。これであんたの計画通りになったか。あとはそこの殺し屋を生け捕りにして吊るし上げたら完璧だ。俺を殺し屋だって？お前が言えた口かよ。何人殺してんだっけ。俺は元国語教師だ。口喧嘩なら相手が悪いぞ。そうか、やっぱりな。昔一番嫌いだったのが国語の専攻だ。そう、まあ、お前はこじらせ果てたクソ野郎だよ。潜入だかなんだか知らねえが、一線越えるのをへとも思ってねえ。潜入ってなんだ。仲間の前で人聞きが悪い。沢先生を死なせた。絶対に許せねえ。そういうのは自分が有利な時に言うもんだ。みんな遠慮すんなよ。本気出していいからな。オッケー、任せとけ。おーや、さっさと終わらせようか。Yeah, Gabby!